今回ちょっとね、一応 A ルート、こう A ルートっていうかレミリアを倒しました。 A ルートって言ってウィキ見たってバレるよな。今回は A ルート終わったんで B ルートやっていきたいと思いますけど、また最初からやっていきたいと思います。あのね、元折り、小鈴ちゃんとかが仲間できなかったんですよね。その時まだウィキが知らなかったんで、ウィキぐらいしとけっていう感じなんだけど、まあ、それも含めて、今回は、フランちゃんもね、仲間にしたいと思います。で、ですね、今回フランを引き続き第9章以降も使いたいんで、今回8章は、レビリアは、倒さず、レームを倒すルートでいきたいと思います。でもまあ、とりあえず今回また最初からやっちゃうんで、第1章から8章までは、同じ両通ルートになっちゃうんですが、まあ、とりあえずフラン仲間するとか、いろいろその辺をやっていきたいと思います。では。そうです。は?大丈夫?クラシックはちょっとね、さすがにね、クラシックハードとかって絶対やるで、もうガチで、ガチな人でも多分難しいと思うぐらいなんで、だってあんな大、だって最後ら辺全然無理じゃん。エイジはちょっとガキ臭いんでやめます。はい。以上。今回全員サクサクプレイでやっていきたいと思います。で、前回メリーを主人公としたんで、今回レンコでいきたいと思います。いずれにしてはレンコもメリーも第9章で仲間になるからね。最初の8章までがまあ、片っぽしかつかないってだけだから、そんなに。この辺もね、一回ちょっと会話あってるんでね。だからね、会話のスキップ機能マジ欲しいな。だから一番難易度的に難しいのは、レミリアをレームに倒させるルートが一番難しいんじゃないかと、僕、一番っていうか、総合的に一番難しい、総合的に難しいのが、Bルートって感じ。ステージだけで見たら、レミリアを倒したルートでの第17章が一番難しいと思うんだけど、全体的な難易度、第9章以降の全体的な難易度的な意味で含めたら、Bルートが一番難しいんじゃないかと思われるんです。というのは小石が抜けるんですよ。今回というか B ルートの場合は、オツです。やめちくりー。まあ最初のターンなんでね、逃げましょう。ナイス。まあ、マリサはどのルートでも絶対ついてくるってのがいいよね。ヘイヘイ。
ごめんね。
Thank you.